釈迦さんコールワットだよ。ね、これができたのは12世紀の半ば。なんかいいね、朝日が上がった後にこっから見る景色っていうのが僕は好き。はい、バスです。行きましょう。もう一個の遺跡行きます。これがアンコールトムです。ワットっていうのはお寺のことで、トムってのはお城のことなんです。まあお城っぽいっちゃお城っぽいんだよね。でもアンコールワットってヒンドゥー教の建物で、これ大乗仏教の建物なんですよ。だから少し違う。でもよくこう見えないんだけど、近寄ってみるとあのボツボツ一個のところは顔が描いてあるの、四面に。そこはすごいよね、アシュラみたいな顔いたって。あれを見るのがいいんですね。さあ、ここのところがいわゆるアンコールワット群って言って、他にもいろんなものがたくさんあります。ここはもうカンボジアの、まあ、宗教の中心だったところですから、みんなで一緒に写真を撮って確認しましょうよ、ね、アンコール王朝の時間です。さて、アンコール王朝の歴史見ていきましょう。アンコールワットっていうのは今ここに書かれているもので、今からだいたい800年ぐらい前にできたものです。で、この場所っていうのはカンボジアになるんですね。で、カンボジアというのは古いところを持つと、この有名なフナンって呼ばれるところがあります。メコン川下流域にできたもので、現在だと南ベトナムなんですよ。で、これがだいたい6世紀ぐらいまで続いて、その流れを組んで新しく新郎王国というのができます。実はこの新郎と呼ぶんですが、この新郎の中にアンコール王朝というのがあると思ってて、